石川昂弥、二軍星にお気持ち表明。ファン泣くぞ。素晴らしい采配。中島選手の昇格が決まったことで、石川選手が一軍に上がる可能性はほぼ皆無となった。直近5試合の成績は、3割6分8厘となっている。長い二軍調整期間を過ごしている石川選手が、記者団にコメントを残した。4打席目、西からのヒット。なんとか絞り出しました。二軍調整となって2週間。練習から感覚は悪くないです。継続していきたいと思います。一軍昇格について、やることをしっかりやりたい。石川をスタメンで使う監督なら、誰でもいい。立浪と淳以外なら誰でもいいよ。何の役にも立たない年俸3億。元プロ野球選手の中島さんより、若いドライ期の石川を使えよ。ホークスやオリックスに移籍した方がいい。絶対に好き嫌いで選手を使ってはいけない。立浪がいなくなるまで我慢してくれ。3年目は育成より勝負。なんか方針に一貫性がないから弱いんじゃね？今年はバンドより名古屋球場行きます。石川が腐りそうで怖い。ビシエドも頑張ってホームラン打ってるのに、何を見てるんや。ファンはお前の味方や。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。